神崎衆議院議員よりご挨拶をお受けいたしたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。第19回の御大教の総会、おめでとうございます。お招きをいただきまして、ありがとうございます。会場内で一番若くなって、緊張しておりますけれども。まずはこの詩がですね、またこの我が国日本、戦後、戦前からもそうです。戦前、戦後、作っていただきまして、ありがとうございます。また日頃私たちの活動をさまざまな形でご支援いただいていることに心から感謝申し上げます。年末の総選挙も寒い中本当にお世話になりました。めちゃめちゃお世話になりました。あっちこっちでお世話になりました。しかし残念なことに、せっかく担わせていただいた政権をもう一回自民党と公明党に明け渡すことになってしまい、そして滋賀県でも衆議院は私だけ、一人ぼっちという表現がありましたけれども、徳永さんと林さんと3人になってしまいました、衆参で、国会議員が。本当に多大なるご支援をいただいたのに、こういう結果になってしまったこと、私たちの力不足も含めて、じくじたる思い、残念な思い、申し訳ない思いでいっぱいです。もう一回出直します。もう一回、鍛え直して、練り直して、考え直して、出直してまいりたいと思いますので、どうか引き続き、ご鞭撻をいただきますと同時に、お前もうちょっとこういうふうにせえと、あんなことやったらどうやというご意見も、いろんなご経験をもとにありますようによろしくお願い申し上げます。第一に共謀する政党だったんじゃないか、そのために作った政党だったんじゃないか、そして既得権益だとか癒着やしがらみをむしろ変えて、弱い立場にある人たちに社会的な支援を振り回していく、振り向けていく、こういうことを目指した政党だったんじゃないか。しかしそのことが政権を担わせていただいたときに大事にした部分もあるんですけれども、皆様方にご理解をいただけなかった、もしくは時として忘れてしまったことがあったということが今の大きな反省点ではないかなと思っております。口で言うのは簡単ですけど、もう一回このことをしっかりと定め直して、みんなで、わしは国会議員やけど民主党所属やけども民主党なんてなぁと選挙で言わなくてもいいように、中央ではええ顔しときながら地方に帰ったらあんな政党あかんやと、それぞれの代表者が候補者が言わなくてもいい政党をしっかりと作っていきたいと思いますので、どうか見放さずに温かくも厳しく、そして温かくご支援賜りますようにどうぞよろしくお願いいたします。その出直しの第一歩として、参議院選挙、弁護の9名の仲間の皆さんと当選とともに、滋賀では徳永久さん、地方行政をよく知り、地方議会も経験をし、そして安全保障政策の専門家スペシャリストです。しっかりこの徳永さんを再選させるために頑張ってまいりたいと思いますし、そのために民主党滋賀県連としてしっかりと動いていく、じーっとしてるんじゃなくて、何してるのかわからないんじゃなくて、しっかりと動いていくという、そのことを心がけていきたいと思います。昨日も県内各市町の町長さんや市長さん、ご意見をもう一回聞いて回ろうということで、県連代表として、草津立東、そして安湖南市と歩かせていただきました。また3月には会議も、なんかもう県連の民主党の県連の会議室だけでやってあかんなということで、現場持ち出しで外に出て1泊2日で会議をしようということで、比叡山の延暦寺会館の予約をいたしまして、ちょっと修行もしながら自分自身の内面も見つめながら、これからの政治について語るような機会も設定させていただいております。県内には例えば彦根のバルブもそうでしょう、仏壇屋さんもそうでしょう、いろんな技術を持ち、そして全国に誇るそういう資源がたくさんありますので、そういう現場に赴いていって、そこにどんな課題があり、どういう法改正をしたら予算を作ったらそれらの企業が伸びていけるのかということについても、もう一回しっかりと掴んで、ただ表面的に掴むだけじゃなくて心も掴んで、あいつらに任せたら、あいつらと一緒やったら、もう一回なんか元気な地域が作れるな、そういう思いを持っていただけるような、そんな政党を
まだそんな議員になれるように頑張ってまいりたいと思います。何かお礼と決意表明、なんか選挙の立ち会いですかみたいになってしまいましたけれども、あの重ねて熱く御礼申し上げ、やっぱり滋賀の連合もそうですけど、民間で働く方も行政で働く方も、そしていろんな業種の方々が集まられる、そういう機会、そういう組織って大事だと思うんです。ややもすれば昔の同盟の方が良かったな、昔の民社党の方が良かったな、社会党の方が良かったなという傾向に陥りがちなんですけれども、私は働く人たちや弱い人たちやなかなか政治に声が届かない人たちのために、これからもしっかり仲間との団結、同志との連帯を大事にしながら政治活動を行っていくことも重ねてお願い申し上げまして、どうかお元気でますますご活躍されますことを申し上げて挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。衆議院議員三日月大蔵様、はい、参議院議員徳永久志様、はい、続きまして前衆議院議員田島一生様。会場入れずに、あの向こうの会場にいらっしゃる諸先輩方も含めて、こんなに大勢林久美子さんの新春の集いにご参集をいただきましてありがとうございます。仲間の一人として、また民主党滋賀県連代表としても熱く御礼を申し上げます。ありがとうございます。今林さんからご報告がありました通り、林久美子さんは強く賢く美しく、まあ国会の中でも滋賀県でも縦横無尽に走り回りながら皆様方のお声を届けようということで活動されております。これからもいろいろと厳しいことはありますけれども、もう一回学び直して鍛え直して、人の命、すべての人の命と、そして子どもたちの育みをしっかり応援していける、そんな民主党になれるよう林久美子さんともども頑張ってまいります。皆さんの拍手で、お迎えしたいと思います。皆さんこんにちは。ご招待いただきました衆議院議員の三日月大蔵です。今日はこのパナソニックローレンの労使のトップセミナーにお招きをいただきましてありがとうございます。すごい会場で、また日頃お世話になっている先輩方、同志仲間の皆様方も大勢いらっしゃいますし、何よりこのパナソニックの本社に久しぶりに足を踏み入れさせていただいておりまして、大変緊張もし、また光栄に思っております。今ご紹介いただきましたように、私は所属が民主党です。昭和46年生まれですので、今年が42歳後役です。去年翻訳で散々目に遭いましたけど、ね、お話にも言ったんですけどダメでした。また同世代の方も大勢いらっしゃると思います。また三日月大蔵なんて変わった名前なんですけど、よく本名かと言われます。地元では演歌歌手だと思われることもあるんですけど、ポスターというと、本名です。滋賀県の甲賀の出身でして、もともと松江は忍者じゃないかと言われてるんですけども、滋賀の木を切って、京都で宮大工をしていた俺に胸上げの時に三日月というこの変わった名前をいただいたそうで、あります。大津で育ちました。大津、古勢、日吉中学校で育ちました。そこで生徒会活動をやっておりました。で、JR 西日本に入社いたしました。8年間勤務しました。広島で駅員と電車の運転士をやりました。まさか自分が電車の運転士になるなんて思ってませんでした。怖かったです。運転士が怖かったんで、お客さんどう思われたか心配なんですけど、本当に怖かったです。めっちゃ緊張しました。今でも夢を見ることがあります。ブレーキが効かなくなった夢とか、起きなあかんのに起きられなかった夢とか、ほんまに緊張しました。なるのに4ヶ月間学校に入って、その後半年間親方についてですね、約1年かけて約1000万のお金を投じていただいて、その後半年一人で運転しました。半年しか一人で運転しなかったんですけど、これ国家資格なんですけどね。
この辺り走ってるようなあんな綺麗な電車じゃないんです。山口、広島、岡山ですからめちゃめちゃ古い電車で時々止まったりすることもあったんですけど、幸い私の電車には人身事故がありませんでしたが、そういう、まあ、恐怖と隣り合わせの中で仕事もしたことがあります。思うところがあって会社を辞めて、松下政経塾に入らせていただきました。なんで政治の世界なんか思えたんやと、大学出て JR 入って運転士なんかさせてもらって、そのまま仕事やってりゃよかったのに、会社にいたらよかったのにと言われます。私も今になって思えばそうしときゃよかったなと思う時もあります。なんで民主党なんか入ったんかなと、なんで政治の世界入ったんかなと思うこともありますが、一つは、生徒会活動でしたし、一つは現場での仕事でしたし、一つは労働運動でした。皆様方もそうかもしれませんけど、社会に出て仕事をした時に、させていただいた時に仲間が増え、そして後輩ができ、なんとかこいつらと一緒に、もしくはこいつらのために、また先輩方と一緒に職場を要したいな、会社を要したいなと思ったことが私の政治の原点だったかもしれません。そして私の場合、まあ7、8年働こうとした時に父が病気になり、また先ほどの話のように電車の運転手をして、人の命ともう隣り合わせになった時に自分の命の有限性を実感しまして、その仲間と一緒に仕事したこと、後輩と一緒に活動したことが自分の志、使命感の芽生えでしたし、人生が有限だと感じた時に、父が亡くなった時に、また目の前でお客様がこう自ら命を絶たれるようなことがあった時に、明確に自分の命の有限性を自覚をし、他の方々のために、もしくは人の命のために自らの命を捧げようという、そういう思いを持ったことが私を政治に突き動かした一つの大きなきっかけだったと思います。私が運転士になったのは平成8年です。当時山口、広島、岡山はバブルがはじけて、中小企業の経営者の方々が自ら命を絶たれるということが たくさんありました。この中にもその地方ご出身の方や、そういうことでお身内や仲間の方を失われた方もいらっしゃるかもしれません。私の電車はそんなことなかったんですが、同僚、先輩の運転する電車、そして大陸との関係でいろんな文化をこの国にもたらされた。対話の中にも調和を見出す、矢をよろずの神を大事にする、そういうところが私は日本の原点なのかなと思っています。ですから違いを際立たせるよりも、違う人を排除するよりも、いろんな人たちが一緒になって和して物事を進めていく、経営を進めていく、労働運動を進めていく、政治を進めていくっていうところに、私は日本らしさがあるのではないかと考えています。憲法も変えることよりも私は生かしたいと考えています。変えることよりも生かしたい。ただこの9条を見ていただきますと、明らかにもちろん不戦の原理は、武力放棄の原則は私は守るべきだと思うんですが、国を守ると、そのために自衛軍、自衛力を持つということについての規定がない、このことをおかしいと思われる方の理論は私は正論だと思います。したがって私の持論は、この憲法の9条に第3項を加える、国家として当たり前の自衛軍の保有というものを認めるということがあってもいいのではないかと考えています。1ページめぐっていただきまして、関数字の2ページご覧いただきたいと思いますが、よく憲法では権利を言われますが、義務について書かれた条文が、どうしても日本がこれまで結んできた他の国との通商貿易のルールは、この赤の点に示されておりますように例外品目が多く、アメリカや韓国やその他のところが結んでいるルールは、この右上にある11ページの右上にありますように、例外の比率が低く少なく、したがって日本もこの国々と、仮に
TPP を結んだ場合、米をはじめ例外品目が設けられないのではないか、少なくなるのではないか、かえって不利益を被るのではないかというご懸念があることは私は理解をしていますけれども、しかしそのことで受けるマイナスよりも、開いてルールを整備して自由化をさせて得られるメリットの方が多いと思いますので、そのことも含めてこれから政治の場で意思決定をしていきたい。最後12ページにありますように、もっとこれから大きな課題はシェールガス、やはりエネルギーだと思います。先般、昨日ですか、一昨日でしたか、日経新聞にも報じられましたように、アメリカがシェールガスの輸出を間もなく解禁するかしないか決めることになります。このことは中東に頼っていた日本の資源エネルギー政策を、これはアメリカとの関係においても議論することができるかできないかという、大きな、これは資源戦略上転換点になると思います。アメリカだけではなくて、日本でもこの決断をはじめとする、例えば海底熱傷、新しいエネルギーも含めて開発するきっかけにしていきたいと思いますし、アメリカとの関係をこのエネルギーの面からもしっかりと議論をし位置づけておくということもこれからは必要だと思いますので、このあたりのことを私たちは野党になりましたけれども、しっかりと政権与党側とも議論をし、こういう問題については、通商問題や貿易問題やエネルギー問題についてはあまり与党野党、これ社会保障もそうですけれども、与党野党政権交代でコロコロ制度が変わる、そのことを理由に政局化して政治が進まない、国会が決められないということが私は国益を損なうと思いますので、そうならないような与党を経験させていただいた健全な野党としてのそういう行動もしっかり果たしてまいりたい。以上のようなことがこれから国会で議論にもなり、また私自身が考えていることであります。若輩ではありますが、これからはやはり40代50代、これらの人間が中心になりながら政治を担い変えていきたいと思います。維新の皆さん、みんなの皆さん、大歓迎です。新しい人が政治に入ってくることで、やはり政治は進むんだと思います。橋本さんも私は同世代の非常に尊敬する同志です。やり方が少し危険で、目指すところが一緒でも、私ならあのやり方をしないなと思うこともたくさんあるんですけれども、大いに彼らとも切磋琢磨しながらですね、私は新しい政治、皆さんの思いが通る政治をこれからも作ってまいりますことをお誓い申し上げて、私からの問題提起報告に返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。大変ありがとうございました。実は私パナソニックエコソリューションズ労働組合ということで、パナソニックの中にあっては住宅関連産業を担当している分野 の労働組合ということでありますけれども、その住宅関連については今先生の中で少し話の中で触れていただいたというふうに思いますが、パナソニックということでは電気産業をまさに頑張って推進しているところでありますけれども、電気産業は今日勝ち組であっても、また明日になると負け組に変わってしまうような、このキシズムが激しい産業だなというふうに思っています。しかしながら、この日本の再生という意味ではこの電気産業の発展なくしては成し得ないと、まあそんな自負もしているところです。先生のこう電気産業にかける、政策、さらにはこう電気産業に対する知った、こんなことをお聞かせいただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。電気産業のことが書かれてない日はないですよね。何人削減、スポットなの株の上がり下がりも含めて非常に厳しい経営環境の中で競争され、そして、事業を営まれているということを私は報道を通じてしか存じ上げませんけれども知ってますし、特に私の選挙区の視察もそうですし、滋賀なんかはそうなんですけど、大変多くの方が働かれ、そのことで成りわいを得られて、これはもうそのパナソニック本体だけではなくて、今日もご参集いただいているいろんな大中小零細含めて取引業者の皆様方、関連事業の皆様方含めるとですね、これ多大な一大産業だと思います。したがってその不沈が国の不沈に関わるということは、私たちもしっかりと緊張感を持って、いろんなことを教えていただきながら政治に取り組めるなと思います。これ自動車だけではなくて
住宅や電気産業はこの日本を代表する三大この重要産業だと位置づけて、ですから国土交通省に入らせていただいた人が原子力危機っていうのはある意味ではリスクでありコストになるかもしれませんけれども、世界に先駆けて新しいエネルギー源を生み出したり、エネルギーをより使わなくする、より節約できる住まい方や生き方をしていく、これは世界に先駆けた私は挑戦になると思いますので、しかしその挑戦を引っ張るのは間違いなくこれは家電産業の皆様方の技術力、そして技術開発力だと思いますから、そういうものをしっかりと位置づけて後押ししていけるような、位置づけて後押しするためには理解がないとできませんので、そういうものの理解を深められるよう頑張ってまいりたいと思います。全然お答えになってなかったかもしれません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。取られていますので、私多分今日冒頭の三日月議員のお話を聞いてファンがたくさんできたんだというふうに思ってます。で、私たち滋賀ではもう三日月さんのファンがたくさんいます。特にアプライアンスも三日月さん大好きな人がたくさんいます。私も大好きですですので人なりのことを知っていただきたいと思ってご質問させていただきます。2点あります。1点が今日もたくさん話題が出てきたんですけど、グローバル化という中で私たちの会社はかなり厳しい競争を強いられることになっています。国交省の時代にトップセールスということで海外にも日本の技術やものをですねトップとして政治の力も使ってですね、推進していかれたというふうに思ってますので、そのエピソードというかそのものを1点教えていただきたいと思います。それともう1点がですねご紹介でもありましたけれども松下政経塾をご卒業されておりますので、ぜひですね、松下幸之助創業者と我々呼んできますけれども幸之助さんの思いや志の中で今政治の中で活躍される中で、何かそう思いをですね引き継いでおられるところがあったらぜひ教えていただきたいと思います。2点質問させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。地元の方がいらっしゃるというより緊張します。トップセールスでやってきたっていうのは私たち特に力を入れてやったつもりなんですけど、当時は、まだ 3.11 前でしたので原子力発電ユニットもそうでした。そして、私らは国土交通省でしたが鉄道ですね、これは昨年日立車両がイギリスの車両約650両メンテナンス契約も含めて30年間メンテナンス契約ができるというこれ画期的な契約に結びつきました。鉄道発祥のイギリスにおいて日本の鉄道車両が導入されたんです。でそのイギリスでは新たに深圳の新しい高速鉄道の計画もこれまた先般発表されたところですので、こういう経験というのはこれから生きるんだと思います。もう一つはシンガポールに行った時にもベトナムに行った時にもやったんですけども、やっぱり日本の水に関する技術、水をきれいにする、そして下水も飲めるようにするできる技術というのはこれも世界の最たるもの最先端ですので、そういうものを、セールスする、もしくはそういった技術を見たい方、取り入れたい方が日本に来ていただけるように、そういうウォーターハブステーションというものを国内に整備しようという取り組みを行っています。まだこれは結実してないんですけれども、これからも引き続き取り組んでまいりたいと思います。また松下幸之助氏は私も尊敬する大先輩ですし、今も実はここに寄せていただいたときに少し時間がありましたので歴史館を久しぶりに拝見をさせていただきながらですね、改めて幸之助のご業績を忍んできたところなんですけれども、彼がその松下政経塾を1979年ですか、昭和54年に資材70億を投じられて作っていただいたときに、物心両面の本当の意味での成長を特にその政治の世界でしっかりと行うべきだという考えのもとで設立されたんですけれども、当時松下幸之助さんが塾を作られ、
その塾に入る塾生を選ばれるときに相当悩まれたそうですね。ものすごい何者入りで作られましたから、ナショナルの松下幸之助さんが政治家養成塾を作る、どんな人取らはんやろ、どんな人取るんやろということで、随分その面接官も悩まれたそうです。その時に面接官が松下幸之助さんに、どんな人取りましょうか、やっぱり政治家ですか、法律の知識ですかね、いや違う、やっぱりこれからはグローバル化国際化ですから英語の能力がいるでしょう、それもあったらええな、そんなことを言えるな君な、こんなやつ取ってくれへんかと言われた、その一言が発言の上に載ってるんですけど、それは運と愛嬌、運のええやつと愛嬌のええやつ取ってくれ、運のええやつは偉いやつっていうのが松下幸之助さんの口癖だったそうですね。幸運なやつは偉いやっちゃう、でも愛嬌のええ人は面接で見れば分かりますよね、あこいつなんか愛くるしい顔しとんなとか、でも運のええやつってどうやって選ばはるんですかって松下幸之助さんに聞いたときに、これは禅問答のような話なんですけど、当時幸之助さんが出たときに、運のええやつは自分が運がええと思ってるやつや、自分のことが運がええと思ってるやつはこの人は必ず運がええと思うとおっしゃったんだそうです。あの全てができてるとは思わないですし、やはり人に生かされてるということを思いながら常に感謝し、自分がやっぱり非常に恵まれた状況にある、したがって人のためにも少しでも力になれるような、そういう人間になりたいということを、その松下幸之助さんの思いをこう噛みしめながら今活動させていただいております。まだまだ至りませんが、どうかの創業者の思いを一番汲み取られているこの老練の老師の皆様方、トップの皆様方ですから、松下幸之助さんがやられたことや考えられたことを今日もたくさんの方が見に来られてましたよ。世に、そして世界に、生活の現場に、時として政治の世界に広めていただきますように、まあ、お願い申し上げ、私自身はお誓い申し上げて、答えに返させていただきたいと思います。ありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。